では早速始めさせていただきます聞こえますかはい、はい、聞こえておりますありがとうございますと今日は水産業における気候変動影響と、まあ、将来の適応策の考え方というタイトルでお話しいたします国立水産研究教,教育校の中田でございますよろしくお願いいたしますで、水産業っていうとまあ魚を捕るあるいは養殖するっていうことが、まあ、中心ではありますが 加工業業業ととかか流通業とか広いい範囲の業態のもの態もが含ままれていますですけれどもやはりどういう業態であってもその大元にあるのはの基盤である魚あるいは水産物水産資源といったところですそこで、まあ、あの今日はまずはその気候変動がその水産資源っていう部分にどう影響するのかそして 日本の,あの水産資源、あるいは養殖も含めてですけれども、えーと、海で生産される部分というのが非常に大きいということで、特に海洋の水産資源ということに、えー、着目してお話ししたいと思っておりますで。海の中の変化ですけれども、気候変動に伴って、これまでもさまざまな要,要素というのが変化してきましたし、 これからも変化してていいくと思っていますで例えば水温それからあとその極端現象である海洋の熱波というのも近年ではかなり注目されるようになってきておりますしあと酸性化それからあと溶存酸素濃度の低下、まあ、そういったことも予想されていますで RCP2.6 の予測であったとしてもですね これまでよりも厳しい状況になることが想定されています。そうした中で、特にもうすでに影響があるというふうに考えられているこの水温の部分ですね、この部分の影響をちょっと見ていきたいと思います。でこれ、日本周辺の,あの近年の水温の変化とありますけれども、この100年間にどのぐらい上昇したかというのをこちらでは示しております。 世界平均で100年間で0.56度上昇したということがあ、えー、把握されていますけれども、日本周辺、ま、場所によって違いますけれども、その倍、あるいは大きいところでは3倍ぐらいの上昇幅というのが認められているわけです。 で具体的にどういうふうに、えー、と上昇していっているのかというのを、まあ、日本の平均の年々変動で見ていっています。で、えー、この赤い直線っていうのがこの100年で1.16度というある意味速度を示しているわけですけれどもぜあの年々の変動を見ますとそれよりも高いことが続く期間。 低い,ことが低いことが多い期間っていうのが、まあ、スケールでいうと10年規模ぐらいそのぐらいのスケールで、まあ、上がったり下がったりという現象が起こっているわけですそして、まあ、生物の方を考えますとこのように急激に大きくどんと上がるような変化というのに、えー、と応答するような形でこれまで取れる魚であるとか取れる量っていうのが、まあ、変化してきました私たちはあのそのような 海とそれから魚の変化、それが大きく変わるという現象をレジームシフト、10年規模で大きく変わるという現象をレジームシフトと呼んで注目してきました。で、このレジームシフトという、えー、と現象についてですね、あの私たちあの特にあの注目してきたわけですけれども、これを見る上でですね、この 太平洋10年規模振動指数という、えっ、ー、と、気候指数というのを注目してきました。で、これは正の値を取ったり、負の値を取ったりする、まあ、あの、わけですけれども、この長期変動を上の方に示しています。で、これが正の値を取ったときにどういうことが起こっているかっていうと、まあ、太平洋を挟んで、向こう側の,あのアメリカあ、あるいはその北アメリカの,あの沖合ですね、 そっちの方で高い傾向があるで逆に日本を含めて西、えー、西部太平洋の北太平洋では冷たい水が分布しているで逆にこれが負の値を取るようになると向こう側で冷たくて、まあ、日本の方では暖かい状況が生まれる、まあ、そういうシーソーのようなことをイメージしていただけるといいと思いますけれどもそういう大きな変化が あの10年年あるいは20年スケールで起こっているわけですで、えー、と実際に、えー、とこのように、えー、正の値を取ってる時には低い状況負の値を取ってる時には高い状況が結構続くことが認められると思います。で過去、まあ、ところがですね近年このような関係性が変わってきたということがあ知られるようになってきました。 1998年にですね、この点線で示しておりますけれども、この PDO インデックスが正から負に変化します。それに合わせて、日本近海の水温も、まあ、これまでどおり一度上がります。ところが、その後ずっと PDO インデックスの方は、負の値を取り続けているにもかかわらず、ちょっと下がるような状況が続いたわけです。で、さらにですね、2014年に今度はこれが、 西の方に変わわったわけですとすると、まあ、従来であれば水温が下がるはずですがとここが上がり続ける、まあ、2000年頃からあのその太陽関係が変化してきたでどうもここには温暖化あるいは気候変化の影響といったようなことが改ざしているのではないか。 といいうううよよななことが言われるようになってきてきます、まあ、具体的なメカニズムについてはまだコントラバーシャルですけれども、えっとまあ、そういうことが言われるようになってきました。ということはですね今までの経験がなかなか通用しないそれから水温自体もです、ね、低い高いといってもこの温暖化のトレンドが上乗せされているということを考えるといろいろ予測がつかないことが起こ,起こる可能性があって。 モニタリングがますます重要ということになってくると思います。もう少し、えー、と要素に注目してみると、水温が魚に及ぼす影響、まあ、当然ですね、水温は、えー、と変温動物である魚には大きな影響を及ぼします。そして、水温が上がって、例えばあの不適な水温帯に、えー、遭遇したとすると、 遊泳力の小さい生活史の初期ですね、こういったところでは、まあ、これを避けることができないので、まあ、生産率、それからあの水産の分野では加入というのをよく使います。まあ、個体が成長して漁業の対象に加わることということですけれども、まあ、要は漁業の対象にまで加われない、そういったものに大きく影響していくということになると思っています。それからあと 成長して遊泳力がついた魚では、これを避けることがある程度できるので、回遊とか分布というものに影響すると考えています。でですね、えっと、こういったある意味直接的魚に直に影響するような話と、もう一つは生産力、海域の持つ生産力に及ぼす影響。 ということを通じて変化するれはあもしえっとこちらに示しているのは海の深さ方向に水温がどう分布するのか特に冬場の状況を示していますけれども表面に一様なところがありますちょっと小さくて見づらいですがでこれは冬場、えっと、表面が冷やされて水温が低くなって重くなるそうすると下に沈んで代わりに下から水が上がってくるというまあ と大流混合があ活発化すするわけですそうすると海の下の方に大量にある栄養分というのが表面に上がってきます。で、あのーまあ、その混合の度合いあるいは逆に言うと清掃の仕方た、まあ、そういったものが、えー、海の中の生産量そしてさらに、えーとーまあ、この栄養塩の,栄養塩の,あの濃度あるいは水温によって 基礎生産の主体となる植物プランクトンの組生、そういったものを通じてですね、海域の生産力、あるいは魚をどれだけ養えるか、そういったものにも影響する可能性があります。で、えー、っともう少し、えー、っと深掘りしていきたいと思います。で魚類の生活初期の成長速度,加入,、えー、長速度加入と水温というところに行きます。 で加入とか生産と水温が関係するということを先ほどお話ししました。で実際にと海域の特に産卵場に近い場所の産卵期に近い時期の水温とさまざまな魚の加入あるいは生産率と関係するという報告があいくつか出さ,いくつも出されています。また成長が早いとですね あのその危険な死にやすいステージを、まあ、早く通り過ぎられる、まあ、そういうこともあって成長速度っていうのをある意味加入や資源の変動の要因として非常に重要視しておりますで水温と成長速度の関係というのをいろいろ調べる研究がなされているわけですでこれはマイワシとカタクチニイワシについて 海の表面水温これちょうど産卵7、えっと、魚マイワシとかカタクチイワシの7魚が分布している海域の表面水温ですけれどもそれと実際に取られた魚の成長速度の環境を示したものです。で魚類についてはあの、えー、自責というのがあって、まあ、それはいろんな生物にあるわけですけどもその自責に毎日1輪ずつ でその日輪の数とそれからあとその日輪と日輪の幅これが結構成長と関係するということでそういったものを用いて成長速度を把握推定するというようなことがなされるようになっていますそして前わでは表面水温が16度ぐらいのところにピークがあって例えば前わが大量に分布することがある黒潮の中などは えと水温が17度から19度ぐらいといったところを、まあ、水温帯を取るわけですけれども、まあ、そういうふうに水温が高くなると成長速度が下がっていくというような現象が認められます。またカタクチイワシでは22度ぐらいのところにピークがある、まあ、こういうふうに魚種によって、まあ、異なる成長速度の,あの適水温というのがある。そして、えーとまあ まあ水温帯にもよりますけれども、1、えー、度ぐらいの変化でも結構成長や生産に影響する可能性があるというようなことが把握されてきています。まあ、さらにですね、次には、えー、と分布、回遊の変化というのを見ていきたいと思います。生物の分布が、まあ、極方向に移動するということは、陸上の生物でも、あのー、報告されていることだと思います。 ところが、そして海洋生物でもまあ、同様の報告がなされているわけですがまあ、陸上よりもさらに速い速度で、えー、北上に、えー、極方向に分布がシフトしているということが分かってきています。でまあ日本でもですねえと例えば舞鶴湾でそこに出てくる種類の変化を調べることによってその変化がですねまあ、過去にどこに主に分布していたかということから例えば 35年で330キロぐらい北上した、まあ、そういうふうな推定がなされていたりします。まあ、このように、えー、結構大きな分布の変化というのが起こっているので、まあ、水産業にも影響を及ぼしているということになります。これは、あサワラの例ですね。あのサワラというのは西日本でよく食べられていますね。の 関東の方でも結構最近は出回っていると思いますけれどもと東シナ海で、えー、1980年代は多く取られていましたけれども、えー、と1998年にやっぱり大きく水温が上昇したのにあちょうどこうするような形で日本海で多く取られるようになってきました。 まあこういうふうに分布の変化が起こっていてあの主に漁獲される場所も変わるとそうすると例えばあ日本海の北部の方東北地方でも上がるようになってきていますけれどもあまり食べられたことがない食べた経験がない、まあ、そういうものに対しては例えば2000年代には、えー、っとどういう加工法があるのかというようなことが、まあ、結構け研究もされましたしと県によって えー、山形県などではですね例えば丁寧な扱いをすることによって、えー、生鮮の状態あるいは新鮮な状態刺身商材として、まあ、十分あの従来の,あの大きな消費地まで、えー、遅れるぐらいの鮮度を保てるようなあの処置というのを取り入れてブランド化するというようなことも現在やっております。 さらに、東北地方のほうの,の例を見てみたいいと思います。上の方の方図は宮城県が海洋環境のモニタリングをしておりますけれどもその結果で300メーター以前300メーターから50メーターの間50メーターごとにどういうふうに水温が変化しているのかというのを見て今示した図です。 どの層でも上昇傾向が認められているわけです。そして、その下の方ですけれども、えっと、そこをで、まあ、どちらかというと暖かいところが好きなそこで、テナガダラという種類があります。で、この分布の中心、この分,この分布の中心がですね、東方向ですね、統計の方向で約0.8度、それから、えっと、 北方向にえまあ1.5度ぐらい、2002年から2018年の間にとりわけですね2000年代後半に大きく変化したというようなことが示されています。中田先生失礼します。はい、あの今画面上のスライドがですねちょっと切り替わっていないようでして今サワラの、えー、漁獲量のスライドのままになっているようなんですがあ今切り替わりました。 あすいません、はいあ。よろしいでしょうか失礼しました。お願いしますもう一回これ言いなした方がいいですかねああのこの図は上の図はあのそこもあの深い方も含めて水温が上昇傾向にあるということを示していて下の図は手長だらという底上がですねあの東方向より深くなる方向ですね沖合に向か,った方向かう方向それから北方向その両方 要は水温が高くなることへの適応にこうしたような分布の変化をしているということを明らかにした図です。まあ、さらにですね、えっと、商業上重要な種類についても大きく変化しています。これ変わり、切り替わりましたか、今。はい、今回は切り替わっております。あ,ありがとうございます。はい、えっと、失礼しました。あの宮城県の 9つの魚市場で陸揚げさまざまな種類が陸揚げされているわけですけれどもマダラのようにどちらかというと冷たいところの魚っていうのは陸揚げ量があ減る傾向にあってその傾向が特に、えー、と2010年代の後半に顕著になっています。 スルメイカもそれから逆にです、ね、先ほど出てきたサワラとかヤリイカとか、まあ、そういった、まあ、どちらかというと西に分布の中心があって、えっと、そっちでよく消費されていたような種類が、まあ、2010年頃から少し増えてきてさらに2010年代の、えっと、半ば以降かなり、えっと、増えてきている。 いう状況が起こっているわけです。まあ、このような形でと取れる魚、あるいは扱う魚というのが随分変わってきているという状況を示しています。まあ、これも分布の変化を示していますね。それから、さらに今度は不良問題。まあ、資源の変化と分布の変化とこう合わさったような問題。こういったものが顕在化してきました。ここに示しているのは鮭とスルメイカとサンマ。まあ、いずれの種類もですね。 一魚種で、えー、2000年代の前半には20万トンから、えーまあ、40万トン近くまで取れることもありましたね。まあ、そういった重要な種類がですね近年どんどん減ってきていてとりわけこの3種の総計ですけれども2000年代後半2010年代の後半には5年で4分の1ぐらいまで減るというような状況が起こりました。 中越先生失礼します。またちょっと切り替わりがうまくい,かんいっていないので、これでどうでしょうか。はい。今不良問題の、はい、スライドに切り替わりました。はい。でこのように大きく減少してきているということがわかると思います。切り替わりました。はい、大丈夫です。<laughs> すみません。あのサンマの不良問題についてもう少し詳しく見てみたいと思います。でサンマはあのこの赤で示されている日本、それからあとそれほど多くないですけどもロシアがですね。 それぞれ自国の EZ の中で、えー、と漁獲してきましたけれども、えっと、韓国や中国といったあ諸外国がですね2000年ぐらいからあ結構活発化するわけですけどもこの沖の高海域で多く漁獲するようになっていますで、えっとまあ、分布や海洋の変化が生じていると言っていますけれどもあの次にこういうことを示したいと思いますちょっとこの図で、 これ切りり替わりましたか、ね、今はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。この矢印がですね、ちょっとずれてしまいました。すいません。2010年のところに矢印を持ってきたかったんですけれども、とこれは私たちの研究所の方で毎年、東北や北海道のずっと沖合、あの日付変更線よりもさらに沖までサンマの分布というのを調べて、まあ、今年のサンマはどうなのか、まあ、そういったことを 把握すすることを行っていますそして、えっと、この赤で示しているのが統計の165度よりも西側そしてそこからさらに100日付変更線までが2区それからさらにそれよりも沖合を3区、まあ、1区2区3区という具合にこの色分けして分布量がどうなっているかというのを示しています。で特徴的なのが この1区でですね、まあ、2000年代の前半から徐々にこう減少しているわけですけれどもこの2010年にほとんどこの日西寄りの海域で取られないというようなことが起こってしまいましたでそれから以降、まあ、あのさらにこの2000年代の前半、えー、じゃない、えー、っとこの低下してきた傾向はあるわけですけれどもさらに低い水準でずっと とあの維持されているというか継続しているということです。また、2区においてもですね、あのまあ、2000年代に比べて、えー、その半分近い状況がつ結構頻発するというようなことになっています。で、切り替わりましたはい、変わりました。あありがととうございます、えっと、ます、あ 詳しいデータはちょっとさっぴいて今起こっている変化をあの捉えられているデータをあの状況を合わせてこういうことが起こっているというイメージを描いてみました。でまず今あのここの生育場にあたるところですねあのそういったところで、えー、と分布が分布量が大きく変わったということを話お話ししました。でと2009年よりも前は比較的西の方にも結構 生育場が広が広っていましたそれからもう一つはあの今日はデータを示しませんでしたけれども産卵場が冬場にこの日本の南側の海域にあの比較的大きい産卵場があって、まあ、のそれが2009年までしっかり形成されていましたあ2010年まではしっかり形成されていましたでもう一つ産卵場はあの沖合にも形成されています。 黒潮のこういったところ、それから黒潮属流のこういった属流域の方にも形成されているということです。でそこで生まれた種行は、まあ、あの流れを利用しながら、このように生育場の方に移動していくことになります。でところがですねに、最近の状況とありますが、2009年 11年以降はですね、これがまあほぼなくなってしまいました。もう非常に小さいスケールの産卵しか行われなくなりました。産卵場はどちらかというと、沖にだけ、そして生育場も沖の,あの1区での分布というのは非常に小さかったことをお示しましたけれども、沖の方にシフトしている。それからもう一つ漁獲量、日本の漁獲量が減っているということは、 まあ、日本の近くをこう降りてくる魚というのが減っているということを示しています。こういったこと、分布あるいは回遊というのが変化してきているというふうに私たちは考えています。で、鍵になるのがその2010年ですが、産卵場はあった、でも生育場にはあの魚がいなかった。ということで、とあ に日本に近いところの生育場っていうところになかなか分布が見られなかったということでこれはどうしてだろうかということが問題なわけです。でそういうことに合うような海峡の変化があったのかというのを見てみました。で2010年以降まあ暴走期の黒潮属流と呼ばれるような海域の大きな変化がありました。ここのの属流は、えー、っとこのようにだっ ここが非常に激しくて変化に飛ぶときと、まあ、直進して、まあ、安定しているとき二つのフェーズがありますで不安定なとき安定なときで出てきていたわけですけれども2010年以降ほぼこの安定流路を取るようになっていますでそのような時、えー、っときにこの流路の経路長っていうんですかねあの黒潮属流の長さ それがですね、えー、と経路長があの不安定な時には長く安定している時には短い傾向がありますそれは容易に想像つくと思いますそれからフロシオ属流の強度もと不安定な時には弱いけれども安定な時には強くなる要は2010年以降ですねどんどん,どん,どんこう沖の方に輸送されやすいというような状況があ起こっているということです それからもう一つ、黒潮独流の位置ですけれども、まあ、徐々にこ,うこの辺から比べるとあの、北の方に移動しているのが分かると思う、シフトしているのが分かると思います。で、えー、とりわけ2010年頃それからさらにはその20 2010年代の半ば以降ですね、さらにその傾向が強まっています。それをまあ反映していると、その影響もあると思いますけれども、 北海道や東北の,あの太平洋岸で海洋熱波と呼ばれるような現象が頻発しているというようなことが報告されています。実際、えー、とジャムスティックの三山さんの論文から持ってきた図ですけれども、2010年よりも前に比べて2010年以降の夏ですね、50メーター層の,水,あの水温が2.5度ぐらいっ、えー 上昇していいる、まあ。そういうふでサンマがまあ、まあ、こういうふうに水温自体も高まっているので、えっと、サンマがおあの南下する時期というのも遅れていますしもう一つはサンマの漁場っていうのはこういった暖かい水の塊のヘリ付近に形成されることが多いですが、えっとえー、岸側の方がびっあ 北海道にぴったりと暖かい領域がくっついているので、沖を通らざるをえない。まあ、こういうふうに海の状況が、まあ、先ほどお示しした概念図ですけれども、サーマの分布や海流の変化と、まあ、かなりあったような変化をしているということになります。それともう一つ、親潮です。これ、気象庁が出している結果ですが、親潮の位置が、えー、と近年このように。えーと こ,こっち方向この赤で示しているのが親潮の南原域ですけれどもと、北の方、下を北に置いています。で北の方に、えっと、移ってきているで。2010年代半ば以降、それがより顕著になっているということで、えっと、黒潮側、そして親潮側もこのように変化してきているということがわかると思います。親潮域というのは生産がが高くて様々な魚が夏場に 餌を食べに回遊で,すでまああのこれ近年ではありますけれども2012年から14年に比べてですね16年から17年この油のノリがいい魚っていうのは非常に減っているというのがわかると思います。餌環境も変化しているのではないか、まあ、そういうことを現在一生懸命解析しているところです。 でまあ,あのとは言えですね2010年前後から日本ロシア以外の海域での外国漁船による漁獲も増加していますで漁獲の影響も考える必要性があるわけですそこで、まあ、八津さんという、まあ、私たちの研究所の OB ですけれども昨年このえっとサンマの資源量がですね、えっと、漁獲と餌 あるいはその両方にどっちに影響を受けているのかあるいはその両方に影響を受けているのかということをモデルの当てはめを通して、えー、解析しましたその結果ですけれどもサンマの資源量は環境要因と漁獲の両方がないと再現できないというようなことをえー この中から導き出しています。まあ、さらに、えー、とど,のどちらがどのぐらいということを解析をし私たちも続けていかなければいけないわけですけれども、こういったことを想定して、三ガ間の、えー、気候変動の対応というのを考えていく必要があると思っています。気候変動影響への対応を考えていかなければいけないと思っています。以上ですね、あの早足ですけれども、気候変動の水産資源への影響のところを、まあ、お話ししました。 さまざ、あ、まな資源で分布や加入への海洋環境の変化の影響が観察されているということ、ですから変化のタイミングは太平洋10年規模振動とこれまで対応してきました、ただしです、ね、2000年以降、まあ、水温との対応関係が変わって、えー、そのこれまで観察されてきたこととは違うようなああ、一見違うような応答というのを示すようになってきています。 で、この変化には気候変化、あるいは温暖化が影響している可能性が指摘されています。で、ンマの不良問題についてまあ、黒潮属流の流路パターンやおやしの北辺などの環境の変化が影響すると同時に漁獲圧も影響している可能性が指摘されました。で、この漁獲漁獲圧の影響っていうのは、次の適用のところであのー、ちょっと関係してきますので、頭に置いておいてください。 で、後半、水産業における適応策の考え方についてお話しします。で、日本周辺の海洋環境の将来予測ですけれども、RCP2.6 でも、えーと、これまでの変化とほぼ同等の上昇というのが、今世紀末には見込まれますし、RCP8.5 ですとです、海域によっては、 4度あるいはあ5度近い上昇というのも見込まれます。で、まあ、こういった非常に厳しい状況に自然生態系や社会経済システムを調整することで、まあ、悪影響をなんとか軽減するというのが、まあ、適応ということになりますけれども、どういうふうにしてそれをしていくのかということになります。で、えー、と適応策っていうのは、 うん、特にこの自然環境の中で獲れる魚については非常に難しいと思っていますけれどもそれでもいくつかの方策を組み合わせるということで、まあ、あのなんとかその提言適応が適応に近づけるのではないかというふうにも思っておりますでこれは FAO があの2018年に出した報告書の中で、えー、と出てきた表の から抜粋したものです。大きく分けて3つの適用オプションが示されています。で制,制度、政策と管理、あるいは地方国や地方の行政等が行うもの、それからと、まあ、実際に漁業を行っている人たちが行う適用、それからあと、まあ、ジレ,ジリンレジリエンスを強化してリス,クリスクへの備えをするという3つの方向です。で 一番目のやつにはですね、まあ、このように適用計画を、国や地域の適用計画を立てるということも当然含まれてくるわけですけれども、そういうバッグを作りながら、あ他の適用策をバックアップしていくっていうのは大きな力になっているわけですね。それからあと、あと先ほど、サンマの漁業という話がありましたが、資源評価、漁業管理のように、まあ、あの国が 漁業を管理して漁獲人が制御できるのは漁,漁獲の部分ですからそこをなんとか管理してとより持続可能な形で取り続けられるようにするこれは一つの方向だと思いますそれからあと,、えー、と沿岸駅に MPA をどう設定するかそれをどううまく活用していくかそういった方向も、まああの国際えー、と一つは方向性としてある。 と思いますそれからあと,、えー、と、生計とか経営、経済システムの関連の方ですけれども、これには一定の方向性が示されています。漁期やその年変動に応じた養殖や漁業の切り替え等とありますけれども、変化するということをむしろ受け変化するものだと受け止めて、 それがそれへの変化への対応がしやすい方向を選択していくというのが一つの方向です。それからもう一つは養殖への投資というのがありますけれどもとより気候変動の影響を受けにくいものを選択していくということ。さらには、えー、とエコラベリングというのをそれから幸福か価値かというのがありますと。オリンピックの時にですね 認証を持続可能だという認証を受けたものを、まあ、調達していくということが行われたわけです。現実には魚などの生物のは、まあ、そんなにあの提供されたということはないのですが、その時にえっに、と、マリンエコラベリング、マリンエコラベルみたいに、えっと、水産資源が持続可能だということを証明するエコラベルを認,、えっと、認証を受けるというような動きが活発化しました。そういういものを通して えー、あるいはそういう持続可能だということが非常に価値を持つんだということ、これを推し進めることによって、まあ、あの業界の方も付加価値をつける、から、えっと市民の方もそれに対応して、できればそういうものを選ぶという動きを通して、持続可能化に、えっと、参加すると、まあ、そういうことのためには今後、より啓発活動とか、このエコラベルリングの意味、 っていうのを宣伝していかなければいけないですけれども、そういうことは一つの方向だと思っています。からあとモニタリングして早期警鐘を行うとか、まあ、地域の持続可能かということを考えれば、と災害にどう備えていくかということが重要になってきます。でもう一つ重要なのは、えー、っと漁業分野などではですね、今なんでこういうことが起こっているのか。 でこの状況というのはどのぐらい続くのか、さらにどう厳しくなってくるのか、まあ、そういうふうなことを、まあ、科学的な情報を交えて、研究者がちゃんとステークホルダーたちと、えー、に情報を提供し、お互い情報を共有して、一緒になって考えていくということが非常に重要、まあ、すます重要になってくると思っています。まあ、そそのの中で、まあ、その地域ととして、あるいはあの種類とか、 今の状況によってどういう方向を考えていくのかで、さらに長期化悪化した場合にはどうしていくのかということを、まあ、考える上で、まあ、ベースになると思っています。だからそういう活動っていうのは今後、えー、と研究者としても重要だし、ぜひそういうところに、えー、と皆さん働きかけていただければと思っています。でえー、例えばあさっきも漁業管理という話をしましたけれども。 今ここにはサンマといいう国際資源のの管理の例を出しています科学者たちが科学勧告を出してそれを取り入れて海区の漁業委員会がですねさらに、えー、と持続可能化のために漁業の管理をあの強めていくということ道筋を示しておりますけれども今、えー、資源評価というのが100% 200種近くまで資源評価する種類というのを増やし、これ、倍以上に増やしているわけですけれども、といろいろ地域,の地域で特にとっている種類などもその中に入ってきています。まあ、そういう情報を入れて、まあ、本当に減ってきているあの、どうも気候変動が影響しているというようなことを。 あの捉えやすくなるな,っているのなるのではないかと、まあ、これから私たちはそこに一生懸命さらにその取り組みを強めていくわけですけれども、まあ、そういう中であのどういうふうに資源変動が起こっているかというのを地域でも捉えやすくなると思っています。で増えた種類の活用というのも当然していかなければいけません。ただしですね漁業の種類例えば専用に、えっと、その取る装置を入れて、えー 例えば、三万ならさんまを専用に取るということを今まではやってきましたけれども、これからはあ状況に合わせて取れるようにする、それからその状況に合わせて取れるように仕組みも整えていく、これはあの国等がやらなければいけないことだと思いますけれども、そういうものを組み合わせていくということと、また、 えっと、一定の投資をしなければいけないので、いつまでどこまで増えるのかっていうのを、まあ、私たちも資源予測、資源評価の高度化を図って、まあ、そこに、えっと、うまくえ、そこをうまくできるように努力していきたいと思っています。これはあと技術開発でということの例ですけれども、養殖ですと、えっと、育種をして対応していくみたいな話がありますし、 あと、海の中でこれもどうなっていくかっていうことをあの予測を発信することによって海の状況に合わせて海の中から持ってくるその種苗ですね、養殖対象をあの持ってくるということをあのうまくやっていくというようなこともあの予測あの技術開発としては行えると思っています。けれれどもこれがですね 例えば RCP8.5 のようなシナリオに乗っかっていくような状況が今後予測され、えー、今後続、えー、と起こっていくとして、そうすると、まあ、こういったものだけではなかなか難しくなってくる。そうすると、もう少しこれまでとは違うことを考えなければいけない。例えば岩手県のわかめっていうと、これまでは地元にこだわっていたけれども、南の方で。 えっと養殖しているようなわかめというのを取り入れるのかどうか、陸上での、えー、と栽培を取り入れるのかどうか、まあ、そういったことも含めて、まあえー、わかめ養殖を続けるのであれば考えていくということが重要になると思います。さらに、さ、え、け、ー、の例ですね、サケは卵から稚魚を育てて放流するということを行っています。で 海域によってその影響の度合いというのは違いますが、まあ、全体としてはやはり戻ってくる、放流して戻ってくる率というのは落ちています。で特に厳しいのが日本、平えー、と本州の太平洋岸から北海道の太平洋岸にかけてです。かけてで,すで、全体的には今、えー、とより大きくしたあ生き残りやすい事業を放流しようとか、 それから海の,法を海の状況に合わせて放流しよう、まあ、そういう改善策みたいなものをみんなで取ろうとしていますけれども、まあ、それだけではあのとっても対応できないぐらい厳しい状況が、特に東北の方では起こっています。で、えっと、ブリやサバオの活用と合わせてですね、サクラマス、銀ザトラウトサーモンなどの,などの養殖がですね、すでに、えっと、導入され始めています。 地域やそれから、えっと、状況の厳しさ、あるいは状況,状況の厳しさによっては、えっと、このようにさまざまな対応を避けといってもしているわけですけれども、こういったことが今後、えっと、ますます重要になってくると、それぞれの地域のじょ状況に合わせるということが非常に重要です。これ、そろそろ最後ですけれども。と 環境省の環境研究総合推進費では、まあ社会経済シナリオを取り込んだ予測とか評価というのをやろうとしています。あの研究し今しているところですが、水産分野もこれに関わっています。中田さん、バ、ま、たスライドがこれで変わりました。OK。あ、ありがとうございます。で、えっと社会の この社会経済シナリオを入れた予測に基づいた適用策というふうに書いていますけれどもと例えば人口があ減っていくそういったことの影響っていうのは水産業があの主たる、えー、産業であるようなところではとりわけ厳しく聞いてきますじゃあそれも含めて、えー、と将来の対応っていうことを考えていかないと現実的な適用策にはなっていかないと思っています 今あの、私たちの研究所でもロボットの導入とか、あのまあ、そういうことも含めてロボットの導入、あるいは人とかエネルギーをどこまで削減できるか、効率化できるか、そういうことも含めて考えています。だけども、それが経営的に成り立つような形でで導入できるか まあそういうこともあの今度は適用策の中でというか適用策と合わせて考えていくということになると思います。そうすると産業スケールというのも大きく変わってくる可能性があります。で、えーっとまあ、そういうふうに問題点、えー、っと関わることって大きくなりますし場合によっては他の産業と一緒になって、えー どういうふうにその地域を継続していくのかっていうことに主眼が移るかもしれません。そこも含めてですねまだまだ課題はいっぱいありますけれどもよりなんていうんですかねあの一つの方向に向かっていくというよりは広い選択性、広い人たちの連携そういうことを考えながら適用策というのを考えていきたいと思っているところです。 以上、まとめを示しました。あのこれで私の,あのお話は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。